はい、どうも皆様こんにちは、クワでございます。僕はですね、普段少数民族の写真を撮りに世界を回っていて、各国、世界各国ね、いろんなところを旅しております。さまざまな世界各国の民族を見てきて、その土地に住んでる方の民族衣装とかそういったのを主にメインに写真を撮っているんです。で、その中でね、やっぱり大きな写真の要素になるものとして、民族衣装、彼らの普段の服装とか、彼らのお祭りの時に着る特別な服とか、そういうのもあるんですけども、タトゥーっていうのは結構大きなおしゃれポイントというか、写真の大きな要素になっていて、タトゥーがねあるかないかっていうのも、結構僕現地に行って、実際にその土地で暮らしてる人に写真撮らせてもらう前に、タトゥーあるとか、あるんだったら見せてとか、写真撮らしてとかっていうことを意外と聞いております。で、タトゥーって日本だったら、反社会勢力とかなっちゃうのかもしれないんですけど、彼らにとってはやっぱり神様からの啓示というか、魔除けだったりとか、神様のご加護があるために自分の体にタトゥーを入れたりして、それがね、民族の誇りとか、そういうプライド的なものにもつながっていて、何歳になったら、もちろん多分どっかで聞いたこともあるかもしれないんですけど、民族のね中では、何歳になったらタトゥーを入れるとか、生まれた時にタトゥーを入れて、それを一生ね、自分の民族って分かるようにして入れていくっていうのも結構います。で、その僕がね、結構旅してて思うことは、自分もやっぱりタトゥーを入れたいんですよ。でも、ちょっと今簡単にはもちろん入れられるものじゃないし、その自分が何を入れるかっていうのもかなり重要になってくると思います。そこでですね、本日紹介したいのはこれでございます。インクボックスっていうインクです。でもね、タトゥーを入れるっていうのはかなり勇気がいるし、それこそなんかこう、その試しにやってみることができれば一番いいと思っていて、それができるのがですね、このインクボックスなんですね。夏とか海にもフラッシュタトゥーみたいな、なんていうんですかね、水で濡らして簡単なタトゥーっていうのはあると思うんですけど、なんて言うんだろう、あれ、そういったタトゥーをするっていうのがあると思うんですけど、今回のこれは、実際にこうインクを塗って、その肌の下にインクを入れていくっていうものになります。ちょっと詳しくね、説明があるんですけど、インクボックスは消えるタトゥーで、いろんなデザインがあって、簡単にインクをね入れられるものになってます。で、100% オーガニックで、肌も安全で、自宅で簡単につけられるっていうところがポイントみたいですね。肌の上から一番上のね、肌の上のところにインクを浸透させることによって、肌の色をね、黒から紺に変色させるみたいです。で、大体、人によって多分違うとは思うんですけど、2週間ぐらいで、そのインクは消えるっていう簡単なタトゥーになっています。伝統的なタトゥーはね、それこそ本当に民族が入れてるようなタトゥーっていうのは、もう肌の奥にインクを入れてるので基本消えないものだったりするんですけど、今回のこのタトゥー、インクボックスのタトゥーは、2週間で消えると。で、なので、夏だったら本当に海に行く前に入れとくとか、一つのファッションのポイントとしていいかもしれないです。自分がその、タトゥーを入れる前にどういう風に、タトゥーを入れたらなるのかっていうシミュレーションにもなるので、そういう使い方もできるんじゃないかなと僕は勝手に思っております。ではね、早速箱を開けていきます。こういう綺麗な黄色で入っておりました。 Tattoos for every you、あなたたちみんなにタトゥーって書いてあって、インクボックス説明、インクボックス説明書、タトゥー入れるためのグローブ、アルコール綿、布が入ってるみたいです。とりあえずね、開けてみましょう。説明書ですね。手につかないようにグローブが入ってます。布、アルコールですね。そして、頼んでいた、今回はね、この形のタトゥーを実際に入れていきたいと思います。ちょっとね、説明書見ながらやっていこうかなと思っていて、なるほどね、なんかいろんな体の部位によってもタトゥーの入りやすい部分と入りにくい部分があるみたいですね。
でまた毛を剃ってやった方がちゃんとできるよって書いてあります。では早速ですね、タトゥーを入れていきたいと思います。まずは商品をね出していきたいと思います。とりあえずね、今回この腕のところに入れておこうかなって思っております。はい、まずはインクボックスのね、このこれからこれから白いレイヤーを剥がします。レイヤーシールみたいになるってことだと思うんですけど、貼れないよ。あ、貼れそう。おお、こういう風にねピーッと剥がれました。これを要は自分の、貼りたいところに貼っていきます。僕はちょっと腕に貼ってみようかなと思ってるんで、はい、というわけでここにペタッと貼り付けます。貼り直し、ここで貼り直しできないみたいなんで気をつけて貼ってくださいって書いてありますね。商品に同梱してある、グローブ、これをつけて上のここの貼ってあるピールヒアっていうこと、ここを剥がしていくみたいですね。ワイプって書かれたやつをアルコールがあるので、それを軽く当てて叩いてください。軽くこれでここにつける部分を叩くみたいですね。軽く叩いて、軽くでいいんですかね。すでにちょっとこの軽く叩いただけでもアルコールの方がちょっとインクがついてきてます。 OK、 次にで一番でっかいやつですね。クローズって書かれたやつの端っこをちょっと切ってレンジで10秒ほど温めるみたいで、ちょっと温めてきます。はい、というわけでレンジで温めてきました。これをねギュッと、この上に乗せて30秒間とりあえず強くやるみたいですね。はい、いきます。ギュッと、こういうことでいいのかな。ギュッととりあえず30秒間押さえつけております。はい、というわけで30秒強く押したら15分間押し続けます。これ15分間押し続けていくんですけど、圧力をね均等にこうかけることが重要みたいです。均等にやらないとインクがにじんじゃったりして綺麗なねタトゥーにはならないみたいですね。結構無理のない体勢でやらないときついな。はい、というわけでですね、15分が経ちました。こっからですね、これを取って青くなってますね。模様に沿ってね、このシールを剥がしていきます。何にもまだ出てないんですけども、5分間これを乾かして洗って、でその後24時間経つとこれが浮き出てるみたいです。24時間後の様子がこちらです。あれから24時間が経ちました。だいぶね色も濃くなってきていて、多分ね、こっからあと24時間後にさらに暗くなってきます。本当に、ね、実際にこうやって見るとやはりシールじゃないので本当のタトゥーを入れた感がすごいですね。結構デザインも民族っぽくて気に入ってて、もっともっと本当は入れたいぐらいなんですけども、タトゥー入れてみたいとか一回試しにとか、まあちょっと夏だけの2週間だけとか、まあ冬もねちらっとどっかから見えるとかね、なんかドッキリに使いたいとか、そういうのでも全然ありかなと思うので、ぜひね試してみてください。24時間で色が出てたんじゃないでしょうか。でこれがね2週間ぐらい続くっていうことで、実際にこういう風に模様になっている商品の他にですね、自分でもうフリーハンドで描けるような、タトゥーを入れられる商品も売っているので、ぜひチェックしてみてください。プールとかに、今の季節ですね、プールとかに行く、機会は少ないとは思うんですけども、あったかい国で海行くとか、ちょっとおしゃれにとか、あとタトゥーを実際入れてみたいんだけど、どんな感じなのかなっていう、そういう風に思ってる方もね、面白い商品なんじゃないかなとは思います。またね、民族の気分も味わえると思うので、ぜひね、概要欄に商品のリンクとホームページともろもろを載せておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。この動画が役に立ったとか面白かったって言っていただける方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。では。